ヘレニック自動車工業は、ギリシャ、ペリフェリア系のテタテッサロニキ県、テッサロニキに本拠を構える自動車メーカー。シュタイヤーとプフブランドとして、貨物自動車、オートバイ、農業用トラクターの製造開発を行っていた、シュタイヤー・ヘラスを起点とする。その後、国家当局やギリシャ軍からトラックとバスの政府調達を受注したことで、会社は急成長を遂げており、農機部門は、 軍用車両の開発に注力したことによって1980年を境に衰退している。1986年に社名を現在のヘレニックビヒクルインダストリー SA に変更している。初となる開発車両は1980年のサントントラックと1981年の軍用バスであった。また、この年にオーストリアのザウラー・オーストリアが開発した。 装甲兵員輸送車、ザウラー 4K4FA をもとに、レオニダス装甲兵員輸送車を独自に開発している。1987年には大幅な変更が加えられた新型となるレオニダス -2 を開発している。その後、数年間は様々な車両を製造しており、メルセデス・ベンツ D クラスのライセンス契約も結んでいたことから、 G クラスの軍用ジープなどの製造も行っており、軍民向け SUV やトラックでの主要生産国となっている。またエンジンや車両はオーストリアに対し輸出も行われている。バス製造に関しては、シンガポールのバス会社であるトランスアイランドバスサービスに対し、ヘレニックが受け負ったスカニア製のスカニア L113 を納入している。ギリシャ政府が 株式の過半数を保有している理由から、ヘレニックは国営企業的な側面もあり、政治的不祥事や企業方針が政治に翻弄される傾向であり、野心的な開発計画は実現できずに終わっている。1988年、ギリシャ政府は走行不評戦闘車開発の合意を撤回しているが、ヘレニックは1998年に最先端技術を取り入れた。 新型走行不評戦闘車ケンタウルスを独自に開発し世間を驚かせている。しかし、ギリシャ軍の予算が削減されたことから導入には至っていない。また一方で、軽スポーツカーの開発も行っており、フランクフルトモーターショーにおいて試作者発表までこぎつけたが、最終的にこの計画も中止となっている。2000年、金属産業である。 ミッテリネオスホールディングスが43%の株式を購入し、会社の経営を引き継いでおり、この時ヘレニックは部分的に民営化が行われている。ドイツの防衛産業であるクラウス・マッファ・イ・ウェグマンとのレオパルト2000社の140両のライセンス生産契約が終了した後、受注が減少したことにより2009年に深刻な財政危機に陥っており、経営権は 再度政府に戻されている。2014年、ギリシャ政府はヘレニックを関在人の管理下に置いており、2015年まで事業解散の危機が続いたが、防衛作業基盤の重要性を理由に株式の購入者を集っており、最終的に解散は凍結された。ありがとうございます。